にちは、木田しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、今日は、ポニーテールアレンジなんですけど、うん、ふわっとボリュームの出るアレンジをご紹介していきます。はい、ということで、僕が言います。今日はお願いします。ポニーテールした時に基本的にこう平面になるじゃないですか、こういう風に。で、多分そうした時に結構ボリュームってこう出しにくい、トップの部分でね。なんかそうやな、はい、なんかうまいこと出なかったりするんですけど、ある工夫をしたら結構おしゃれに、なおかつルーズに見えるポニーテールの、ボリュームの出し方になってますので、いつもうまくいかない方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。4滴出します。ヘアオイルを髪全体になじませます。ブラシで溶かします。後ろでサイドとバック3等分に分けます。真ん中の髪の毛を左に持ってきます。右の髪の毛を真ん中に持ってきます。左の髪の毛を上からかぶせて真ん中に持ってきます。この髪の毛を上に持ってきます。で、一つにまとめます。ゴムで結びます。そうすると一回編まれたような感じになります。まずはじめにトップの部分をほぐしていきます。次に右側を引き出していきます。こちら側は少し太めに引き出します。次に左サイドを引き出します。こちらは少し少なめに引き出します。最後にゴムの近くの髪を引き出します。このぐらい引き出します。こんな感じでボリュームが出てます。フック型のヘアクセを使います。ゴムの部分にヘアクセを引っ掛けて完成です。はい、今日のポイントは、三つ編みするときにまず綺麗に3つ3等分に分けてから編み込んでいくっていうのと、編み込むときにこう上に上に髪の毛を重ねて編んでいくと綺麗にほぐしやすいし、見た目も綺麗になります。なるほど、はい。で、ほぐすところなんですけど、こう編んでいくじゃないですか、こう上にこう今みたいな感じでこう乗せてってやっていくんですけど、その編んだところ、例えば真ん中、サイド、両サイドを順に引き出してあげると綺麗にこうブロック型に均等に引き出せることになるかなと思いますので、でやる時もなるべくこう、なんていうんですかね、こう細かく取るっていうよりは結構大雑把にガッと取ってあげると、綺麗にも編まれてると、綺麗なブロックでブロック状に出せるかなと思いますので、引き出す時はそのやり方でやってみてください。はい。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。